リル・ジュルダンは、フランス、ヌーベルイコール・アキテーヌ地域圏、ビエンヌ県のコミューン。ビエンヌ川谷・ビエンヌ川は、非常に近くにあり、川の右岸へと街が、徐々に伸びていく。高さが約40メートルある高架橋は、忘れることのできないパノラマを提供する。植物省はこの地方で非常に豊かである。コミューンの名は、ラテン語のインズラ・ジョルダニー。文字通り、ジュルダンの島から来ている。 1080年から1120年まで存在したジュルダン領主はビエンル川に浮かぶ小さな島に本拠地を置き自分の名を残した。コミューンには少なくとも4世紀から人が定住していた。11世紀から12世紀にかけてのジュルダン領主は橋の通行量を徴収し岩がちな小島の上に築かれた城に住んでいた。リル・ジュルダンはフランス革命の進展を歓迎した。 革命の象徴である自由の木が植えられた。そこではすべての祝祭や革命に関する行事が行われた。しかし、1798年に起きた王道派の反乱で自由の木は引き抜かれて燃やされた。1848年、1848年のフランス革命でフランスに共和制が復活すると自由の木が植えられた。第二次世界大戦中、 リルジュルダンは本土での戦闘から遠く離れていた。しかし、空中戦は村の空で行われていた。1943年6月、フォッケウルフ FW190 が空中戦で撃墜され、リルジュルダンに墜落した。1940年から1942年、ビシー政府のイールド・フランス連隊の第72砲兵連隊がイスーダンとダンシュ両論。 イルジュルダンに閉じ込められていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。